地頭様は酒井様のやり方をお許しなのかね。川の氾濫を沈めた地頭様だ。今回もお芋様と一緒に動かしてくれる。何を思案しておる？厄介事か？今は厄介事ばかりですが、麗しい地へ行けばしばらくは忘れられるものです。以前鳥の群れを追うと心が落ち着くようなところにたどり着きました。和歌を一首読むのに良さそうだな。戦に備えて心を鎮め体を休ませておきたい。早く戦が終わることを心から祈っております。Yeah.